ウクライナ侵攻、おそらくそのことでプーチン大統領の頭はいっぱい、やめてしまえばどうなるかわからない、もう何があってもしがみつこうとすると思います、終わらせられなくなってると思うんですね、実は権力の維持のためには都合がいいわけです、えー、小さんよ。ろろしくお願いしし、はい、しくくおお願願いい、いまますすはよ えー、プーチン大統領が通算5期目の就任式に臨みました、えー、小牧さんが注目したポイントは、はい、やはりあの、就任式の演説ですねでやはりウクライナ侵攻を、まあ、ロシアでは特別軍事作戦と言ってますけれどもおそらくそのことでプーチン大統領の頭はいっぱいだというのが感じ取れました。というのもその初めのところでですね特別軍事作戦に参加している人たちに感謝するということを冒頭で言ってで締めくくりにですね共に勝利しましょうと。 いう言葉国民への呼びかけで締めくくったということでとりあえず今後6年間見渡しても彼の頭の中にある最優先の課題はウクライナでの軍事作戦それをまあ彼らの言うところの勝利をどうやって手にするかとそのことをまあ目標の最重要課題に据えているというのがはっきり伝わってきました。あの選挙結果とししては圧倒的な数字でで勝利したんですよね そうですねあの87ですかあの過去最高ということですけどしかしこれはですね一、ね、人あの有力なナジェージュ人という人がいたんですけども彼はあの立候補に必要な10万人を倍以上と言われる署名を集めたんですけども署名に不備があるということで立候補を認められなかった。 立候補できた3人というのは実は全員プーチン大統領を支持している人たちなわけですねそういうまあいわば茶番作られた環境の中での圧勝ということであのどこまでこう正当性を持ってこう勝利したと言えるかというのは非常に疑問だと思いますね今回就任式にも、えー、参加の国も多かったようですねそうですねあの日本も含めて、えーまあ、あの招待状は届いたけれども 現地の大使が通常参列するわけですけれどもそこには出席しなかったとで一方でフランスみたいにですね、まあ、有力な G7 の国でありながら出席をするという判断をした国もあってそこは判断が分かれましたね。 フランスは参加したということなんですがこれはどういうい理由でこれはですねあのこれおそらくもちろんマクロン大統領の判断だと思うんですけれどもこれはあの大統領就任式に国の代表を出さないということは、まあ、プーチン大統領を正当な大統領として認めないという、まあ、政治的な意味合いを,をはらむわけですね。それは要するにその、まあ、さっき申し上げたようにこう大統領選の茶番であるとか。 非常にその非民主的な手続きによって一応選ばれたと言っているけれどもそれは不正であるとかあるいは国際法違反の戦争を指導している指導者であるとかでプーチン大統領を指導者として認めないそれは正しい姿勢なのかもしれないけれどもそれは対話のルートを閉ざすことにもなるわけですよね。でどっかの段階でプーチン大統領と話をしなければいけないそしてこの戦争をやめられるのはプーチン大統領だけである。 ということを考えると、そのまあパイプを完全にカットしてしまうのが正しいのかどうか、そこは判断が分かれるのは当然だと思うんですね。で、フランスの場合はあのマクロン大統領自身が戦争が始まる前にプーチン大統領と何度も会っていて、まあなとかそういうそのどっかの局面でパイプという役割を果たしたい、それをつないでおきたいという気持ちがあったのかもしれないなというふうに思っています。 マクロン大統領一方でで地上軍のすね、はい、あのマクロン大統領はなかなかこう一筋縄ではいかない指導者なのでそういういろんなこう相反するようなメッセージただまあ,あの対話と圧力というのは常にこうセットでやるものが外交なのであの単にこうプーチン大統領の御用聞きになっては仕方がないのでそういうそのコーナーを織り交ぜたあの対あの交渉姿勢が必要だということもまた事実なんだろうとは思います。 まあ、そんな就任式を経てなんですが5期目の6年間ですねプーチン氏はどのよううううな政権運営をしていいくというふうに考えそうですねあの今言ったようにあの基本的にはもうウクライナ次第ということいこですよねそしてあの例えば6年前の就任式の時に彼は国民生活の向上とかあるいは健康だとかそういう福祉とかそういうことをが基本政策だということを言ったんですけれども今回はそれが全くこう出てこなくなってしまった。で逆に 今は困難な時であるとでこれを打ち勝てば長期的な課題を実現できるようになるんだということでとりあえず勝利、えー、戦争であるとそれを乗り越えないとそういうその、まあ、さっき6年前には言ったようなそういう国民生活の向上とかそういうのを考える状況にはならないんだと言ってるにも等し,い等しいということだと思いますよね。したがって非常にその まあ早く終わってほしいと思っている国民の多くにとってはその先が見えない、まあ、不安を抱くよううなとところろもあったんだろうと思いますまあそういう状況ということなんですがあの経済の状況ですね当初想定されていたほど悪くはななっていない,いそうですねあの私モスクワにも行ってきましたけれども見かけ上は非常にこう以前と変わらない生活をしていると。で開戦後一時暴落したルーブルも一定程度のところで歯止めがかかってますし。 あの基本的にはやはりエネルギー石油ガスが依然としてあの国際的な相場よりは安い価格ですけれども堅調に売れ続けているということで、えー、経済が破綻するという状況ではないんだろうと思いますねモスクワ市内の様子も以前と変わらないような。ぱっ、まあ、と見はそうなんですけれどもでもいろいろ話を聞いてみるとやはりこう将来に対する不安であるとか あるいは特にその外国とのビジネスに携わってきていた人たちはかなりこう苦労している人たちもいますしであのそういう中で気の利く人たちは国外に出ちゃった人も非常に多いですしそういう意味ではなかなかこう今はしのいでいるけれども長期的にあの国民が望んでいるようなあの生活水準であるとかあるいは不安がない生活だとかあるいはその海外にいる友達とか家族に気楽に会いに行ける生活っていうのが失われてしまっていることは 間違いないので、あの漠然とした不安というのはみんな抱いていると思いますね。まあ不安という面でいうと、その I. S. による大規模なテロ攻撃っていうのもありましたよね。はい、そのあたりの影響って。そうですね。これはあの過去20年間で最悪と言われている。まあテロで。以前はあの、そういうような、あのイスラム過激派チェチェンでの紛争反撃、あの拝見した大きなテロっていうのは相次いでたんですけれども。それを抑え込んだというのはプーチン大統領の一つの大きなこう人気求心力の。 厳選だったわけですねしかしそれがまた起きてしまったで政権はこれはウクライナの仕業だということを一生懸命こうプロパガンダで国民に伝えて一応まあ国民もそれは受け入れているようなんですけれども誰の仕業であれそういうような平穏な生活が脅かされるという事態が続くようだとそれはあの何のためにプーチン大統領を支えているんだという気持ちが広がって聞かねない面はあると思いますね。 まあ、あの内憂外観という感じなんですけども、まあ、2030年まで今回5期目の任期があってその次の6期目ですねあのここまでやり遂げようというプーチン氏ももちろんそうですねもうやめるという頭は完全にないと思いますねで、まあ、仮に、まあ、今71ですけども今憲法の規定であと二期12年やれるわけですねそうするともう80を超えるわけですけどももしその時にプーチンが元気であればまた憲法を改正するなりして居座ろうとすると思うんですね。というのも やめてしまえばどううななるるか分からいいというところがあるわけですねで国際刑事裁判所から,あのから指名手配を受けていると。で、えー、国内で今盤石の権力基盤を維持しているけれどもお周りのもともとソ連だった国々を見てもそういうあの非常に大き,あの大きな権威を持っていた絶対的な指導者が例えばあのカザフスタンのおナザルバエフという人が失脚するわけですよねやめた途端にですね。 ということで大統領の座を降りたら何が起きるか分からないというのはプーチン大統領が一番よく分かっているのでそれはもう何があってもしがみつこうととすすると思いま,すまあそういう意味ではウクライナの戦争をどう終わらせるかというところは,やはいやそれが実はです、ね、終わらせられなくなっていると思うんですね。僕は今回の就の任演説でそれを痛感したんですけれどもこの理屈というのはさっきも言いましたけれども今は危機の時だと団結しなきゃいけないそれを乗り越えれば希望が出てくる。 だけど、そう言ってる限りは、自分のもとに団結させることができるわけですね。そして、その状況を外部のせいにできる、今は西側のせいにしている。で、あの、その状況は非常に、実は権力の維持のためには都合がいいわけですよ。戦争が終わらなければ、いつまでたってもこれは危機であると。しかもロシ、その責任は外部にあると。で、今は危機だから、大統領のもとに団結しなきゃいけない。そう言い続けられる。実は戦争が続いている状況というのは、プーチン大統領の権力維持にとっては。 都合のいい状況になってしまっていいいるとととうことだと思います5月9日は第二次大戦でソ連がナチス・ドイツを破った戦勝記念日ということなんですけどもそのロシア国内でいうとその就任式から祝賀ムードがこう続いているというのう政権としては祝賀ムードをこう演出しようとしていると思うんですけれども、まあ、それがこうどこまでこう国民に共有されて喜ばしい雰囲気になっているかというとちょっと疑問だと思うんですね。うん でえーまあ、やはり戦争がずっと続いているということもあるしあと戦勝記念日のおゲストにしてもですね今年予定さあの,あの現時点で来ると言っているのはです、ね、あの旧ソ連の国を別にするとラオスであったり、えー、あとはキューバですね、えー、この2つはまあ両方とも共産党一党独裁の国であるそれからあのアフリカのギニア・ビサウという非常に小さな国これはあの非常にクーデーターなんかがこう頻発していてロシアがこう治安維持にこう 非常にこうサポートしてていいるると言われているそういうまあ恩義もあってくるんだろうと思うんですけどもそういう国しか来ないということであの非常にこう以前のようなあの世界中のゲストが来てそして大きなパレードをやってそのパレードもやはり軍用車両の数も限られるようですし航空機もあの多分6機ぐらいしか参加しないんだと思うんですけどもそれはやはりその戦争のために出払っていると。 いうことで、いろんなところに、やっぱり戦争の影をちらついているということで、素直に喜ぶ雰囲気というのには程遠いんじゃないかと思いますね。このタイミングに合わせて、その軍事的な動きを活発化させたりみたいな可能性というのはあるんですか。それはすでにやっていて、あの、まあ、初任式を前に、国防省が、あの、戦術核の発射訓練をするということを宣言して。そして、そこにベラルーシも参加すると。で、やはり、その、プーチン大統領は止められないというのは。 核を持っているからだとこういうことはロシアが何よりも分かっているわけでそういう節目節目で核戦力を誇示することによって戦争を継続するとでやはりそのさっきも言いましたけれども戦争が終わらないことがロシアにとっての利益に今なりつつあるロシアにとってというかロシアにとっては悪いことなんですけれどもプーチン個人にとってはそのことが都合が良くなってしまっているというところは非常に大きな問題だと思いますね ある程度有利なうちに停戦という形に持っていきたいのかなというふうにも思ってたんですが必ずしもそうだよ、ね、あの勝利を宣言できるような形であればということですけれども中途半端な形だとやはり責任を問われることにもなるしそしてその政権批判の声を抑え込む口実もなくなってしまうわけですよね。ということであのなかなかその戦争を継続しているよりは難しい政権運営が迫られることにはなるんだろうと。 né?